ハバロフスク愛駅は、ロシア連邦ハバロフスク地方ハバロフスクの中心駅にあたる、ロシア鉄道の駅。単に、ハバロフスク駅といった場合、当駅を指す。本校では、近接するハバロフスク市電の鉄道駅伝提についても記述する。旧ハバロフスク一駅。1992年5月4日撮影。拡大すると、時計の単身が2本あるのがわかる。 1897年の開業時の駅舎は、木造平屋の小規模な建物であった。この駅舎は1921年に全焼してしまったため、ネオロシア様式の駅舎が1926年に建てられた。しかし、この駅舎も増加する利用者に対応できなくなり、1966年、2階建てのロシア構成主義の駅舎に建て替えられた。 2000年から2007年にかけて、大規模な駅舎の改修工事が行われ、3階が増築され、ロシアモダニ様式の外観に生まれ変わった。駅舎の時計の単身は、かつて赤いモスクワ時間のものと黒い現地時間の2本、ついていたが、2008年のハバロフスク市建設150周年に、合わせた駅舎の修復後に現地時間の1本のみになってしまった。当駅には、 シベリア鉄道のロシア号などの長距離列車及びエレクトリーチカの近距離電車が停車する。なお、エレクトリーチカは全列車が当駅をし終着駅としており、当駅を途中駅として運行されることはない。4面6線を有する地上駅。ホームはすべて停車式。互いのホームは線路上を直接渡って行き来することができる。 ホーム北側に走車場がある。駅舎は南側にあり、短式ホームに隣接している。駅舎を介さずとも、駅舎北側の抜け道からホームに入ることができる。駅北側へは、駅舎西側にある古戦橋を介していくことができる。東電停折り返しの系統は、ループ線上に停車し、列車はホームで折り返さず、車両の進行方向を転換させることなく停車。 出発する。謎通り方面まで直通する系統は、ループ線上から西側に伸びた線路上に停車する。ありがとうございます。